はい、皆さんこんにちは、愛の戦士です。さあ、前回マリオメーカー2でダークソウルをモチーフにしたコースを作ってくれた外国人兄貴がいたんですけど、その方のねコースの続き1の2ですね、この続きのコースをやっていきたいと思います。前回はゴズのデーモンまででしたが、今回はその先っぽいですね、不死教区のステージっぽいところ、この方ね、どうやらね、1の11か12ぐらいまでね、もうステージが作ってあったんでね、ちょっとまったり、そこら辺までね、ちょっと全部プレイしていこうかなという感じでございます。今回1の2、浄化不死教区のステージ、進めていきたいと思います。さあ、ダークソウル1の2、アンデッド・パリッシュ、パリッシュみたいなやつ読めなかったから、意味調べたら、教区って意味だったんで、まあ、不死教区で、良さそうですね。さて、ここ、下はかがり火ですかね、はしご。はしごを下の、かがり火ですかね。っていうことは、ここヘルカ人が来るんじゃないの？何あの、何あのイラスト。何あれそう。あー、下はネズミゾーンか。足の下も越えていける。うわ、炎で燃えてる。ヘルカ人の炎だ。下ネズミゾーンかな。ちょっと下も見てえな。下も見たいけど、あ、下からはいけない構造になってますね、多分これ。うわー、ドラゴンの絵が描いてある。ヘルカ人だ。飛竜ヘルカ人。あ、こっちからもいける。あ、こっちからもいけるようになってる。あ、超えられるようになってるけど、あれでも上からじゃダメなのかな。あ、でもこっちから行けるけど、あ、すげえ、かがり火がつかないんだ、こっちからだと。すごくないっすか、この再現。この再現すごくないっすか。上からヘルカイトの火が。すごい。ちゃんと下から通り抜けちゃうと、かがり火、このね、扉が開けられない設定になってるわ。めっちゃ暴れてる。上のなんだろう、黒騎士かな。上にいるあいつ黒騎士とかかな。いや、すげえな。いや、その再現はパネースは天才じゃないの、マジで。うわ、何あいつ。あ、イノシシだ、イノシシ、豚だ。アーマードタスク先輩じゃん。アーマードタスクじゃん。上はやっぱり、あれっぽいっすね。銀騎士、黒騎士っぽいっすよね。上で暴れてるやつ。うわ、すげえ。あそこ燃えてるからね、火でね。アーマードタスクマジ天才かよ。センスの塊かよ。あ、倒せたわ、アーマードタスク。誘い頭蓋とかで倒さないといけない。この辺。わぁ、どうすなんだろう、ここは。どうすこれ下降りていき？あ、下降りていきそうだな。で、多分これロートレクがいるとこの、ロートレクの鍵があるところのゾーンでしょ。あ、上からも行ける。行けないようになってんな。ドッスンが早くていけないな。あそこ行くとどうなんだろう。気になるな。キノコとかないとあっち無理そうだな。多分亡者がいっぱいいるゾーンでしょ、ここ。やばい、怖い。あ、怖い。あ、ノー！危ねえ。あ、キノコ来た。キノコ来た。よし。あー、マイシー。おー、マイシー。人間性を取り戻したのに。人間性を取り戻したのに。いや、やられてしまった。バルデル騎士とかがいる。ここはもう境界ゾーンのあたりなんかな。上から降ってきた。うわ、危ない。うわー、切り抜けるところかな、ここ。切り抜けるところ。あのノコノコは何だろう。三人弓矢ゾーンかな。三人モブゾーン。うわ、中間地点がここにもある。なんだ、ここ。ここ取って大丈夫なところ？あ、ここあれか。かがり火。ここかがり火。アンドレイさんもしかして。カンカン行ってるってこと？アンドレイさんってこと？わかんないけど、多分そうだよね。アンドレイさんだよね。このカンカン行ってるってこと？かがり火だよね、多分。あ、やべえ、時間がねえ。時間がねえ。アンドレイさんじゃん。危ねえ。じゃ、ここ教会か。上は何だろう。上のアイテム取れる、あれ。あ、取れそう。上から？あ、キノコ出てきた。あ、キノコ。キノコ欲しい。キノコ待てくれ。キノコ、やばい、あっちに行ったら取れなくなってしまう。やばい、時間がないぞ。よし、急げ。どこに繋がってるんだ、これ。うわ、なんだこいつ。バーニス騎士？無理。下は何？下も気になるぞ、これ。下はなんだ、これ。あ、ここがかがり火か？わかんないな。なんだ、ここ。ここなんだ。あ、ファイアフラワーがどっか行っちゃう。ファイアフラワー。やべ、時間がないんです、俺たちには。あ、太陽賛美。ソラールさんがいたな。よし。あ、ちょっと。でも、炎出せるからね、これで。ちょっと突き進んでいきたい。
やばい、じっくり見てたら、あ、こいつ、伝道師。伝道師パイセンじゃん。伝道師パイセン、そこか。なんかクリボーが浮遊してる。やばい、これもう時間がないな。時間がない。これで倒さなきゃいけないんだ。これで倒さなきゃいけない。やべえ、もう時間がねえ。時間がねえ。あー、はしご登るわ、そういえば。いやー、ちょっとこれ時間がないな。ゆっくりすぎたな。わー、ガーゴイル戦だ。倒さなきゃダメなんだ、これ。どうやって倒すの、これ。めっちゃ。やべえ、時間切れだ。めっちゃ飛んでる。あー、ここ下のエレベーターか。ここ下のエレベーターか。で、ここ祭祀場なのか。多分そうだよな。これエレベーターだよな。多分。そういうことか。これエレベーターだわ。エレベーターで棺の祭祀場に戻れると。やばいやばいやばい、こいつ怖い。うわ、ここ炎がないな。一回帰らないとダメなんだ、下に。危ねえ、危ねえ、危ねえ。あ、倒してくれた。こっち来んなよ。ちくないでくれ。あ、ちょっと今だ、今だ、急げ、急げ。急げ、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 急げ。急げ。炎、待ってくれ、ファイアフラワー。よし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 。この状態で、この状態で上に行く。うわ、やばいやばい、この上は乗ってもいけないのか。よし、こいつらを、次のここの、金のガーゴイル。ガーゴイルを倒さなきゃいけない。わ、怖い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 、マジ怖い。これどうやって倒すんだよ。どうやって倒す。うわ、行った。どうすんのこれ。あ、踏むのか。踏める。踏め、踏め。合流して踏め。踏むしかないな。やばい、怖いよ、無理だよ。ここか、このタイミングで踏みに行くんだ。あ、やばい、でも無理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 、やばい、積んだかもしれない。今、このタイミング、このタイミングで踏め。よし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 、もう一匹か、あれを倒さなきゃいけない。そうだよ、金のガーゴイルは二人で一人。二体で一人。二体を倒さなければ、二体目を倒さなければ、未来はないぞ。うわ、これちょっと無理、ちょっと無理。ちょっと急降下しすぎ。いや、怖い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 、振ってこい、振り注いでこい、ここ、そこ。ちょっとよし、来いよ、金のガーゴイル。死闘繰り広げようぜ。その再現はマジで臭。よし、取った、いった。やったー。いや、マジ、金のガーゴイル最初はめちゃくちゃ強敵ですからね。いや、これ達成感あるわ。ヘルカイトの方みたいな。あー、倒した、倒した、倒した。あ、金鳴らすのこれ、もしかして。金鳴らせんじゃないの、あの長い足腰じゃ。オズワルドさんいるんじゃないのこれ。あー、すごい、ちゃんと、はしご2段階に分かれてるところまで再現されてる。あ、金だ。金の形になってる。あ、すげえ。すげえ。金めっちゃ鳴るやんけ。金めっちゃ鳴る。よし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 、やったやった。おお、あー、もう、ソラールさんが太陽賛美してくれてる。素晴らしい。素晴らしいステージだった、これ。いや、神捨てですね。いや、マジで神捨てだったね。いや、これはね、いいね、一択ですよ。高評価一択。いや、これちょっとね、ヘルカイトの方みたいね。ヘルカイトの方。ちょっと上から行って、ヘルカイト方面。こいつら焼かれて死んでくれ。お前ら焼かれて死んで。跳ね返ってくる。跳ね返ってくる。危ねえ。うわ、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 うわ。うわー、くそ。一個ずつか。一個ずついかないな。だいぶきついぞ。こう無理じゃない。あ、いった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 。ジャンプでいったわ。ジャンプでいったわ。あっちー。でもあそこ倒せそうだな。あそこなんとかして倒せたら、上のアイテムが取れるってことでしょ。上のアイテム欲しいっすけどね。あ、やべやべ、落ちちゃう。落ちちゃいけない。邪魔だもん、こいつ。ふざけんな。うわー。あそこアイテム欲しいな。あっち行け、あっち行け。今！あー、でも、このブロックは取れないな。このブロックの中身ちょっと、わからんかもしれない。わからないかもしれないが。まあ、しゃーないね。あー、扉が閉まっちゃうのか。これ。これ、扉が閉まっちゃう再現か。なるほどね。扉が閉まっちゃう再現で下から行かなきゃいけないのを再現してるのか。
Well, you must be a new of my mantra.